はいどうもはいどうもライムでーす。ロッピピッピピッピピッピじゃあね、今日もね、続きまして新モモ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 モやろうか。あ、そういえばなんかね、コメントであったんだけど、うん、なんか俺ら取り忘れてる1000人がいっぱいいるらしいよ。あー、みたいだね。なんか3つよ、ん ?2 つぐらいかな、ある、2つ3つあるっぽいから、とりあえずなんか、あれじゃ多分ね、飛燕っていう、桃太郎は飛燕っていう術があって、うん、いわゆるルーラーなんだよね。あ、飛燕。それを。あ、使わないとこれからの。そうそう、それで前の村に戻って、その近辺でね、今後、取っていけばいい。なるほどね。飛燕か。どこへ？あ、間違えた。いや、じゃあね、竜宮城行ってさ、なんか何も話聞いてないじゃん、よく考えたら、ほとんど。なんか、月の鏡もらってさ、うん、月の鏡もらってその後、うん、何自分たちで探しに行くっていうお話。え、そうじゃないの。何もだってさ、乙姫様に何も報告してないよ。月の鏡もらいました的な、ほらお急ぎくだされって。あ、本当だ。という夢だったのさ。言わされた感がそう。ちょっとね、エンカウント率が半端ないからね、こう鬼を切る術を必須だよね。避けよう。そう、避けよう。もう、ジョーみたいに避けてこう、もう。うん。何みたいに？ジョー。ジョー？ジョーだよ、ジョー。なんだ、ジョーって。あさってのジョーだよ。あ、あさっての？これ多分これでやっと上の橋行けんじゃない？あ、行けんのかな。これでも、問題。右側じゃない？右側じゃない？何が？道具？え？いや、道具じゃなくて、行く場所だよ。ああ、これこの怪しい。だって左から来たんじゃなかったっけ、俺ら。そうだっけ。これ何があったっけ、これ。多分セーブポイントじゃない。ああ、セーブしてもしょうがない。いくらセーブに定評のある私たちだからといって、もうセーブするのは早いと思います。その通り。これは早い。ああ、ほら、怪しい怪しい。あ、何それ。怪しいと思った。え、え。どんだけで。またセーブポイント。どんな最寄りで。地下。山手線か。秋葉原浅草橋間か。いや、山手線じゃないけど。ああ、それ総武線だね。でも、実際秋葉原浅草橋間めっちゃ短くない？いや、でも千葉の方に行くと遠くなるけど、それ、東京入っちゃえばもう近いんじゃない？あれ？あ、これ千人じゃない、千人じゃない、これ。違う、これ鬼よけでしょ。鬼よけ、いや、魔よけじゃない。あ、違った。ほら、あなた。いやいや、桃太郎、お前がここに来るのは、わかっておったわ。わしは魔除け仙人じゃ。魔除け。わしは世の中のことは何でもお見通しじゃ。ほう。わしはお前のこともすべてお見通し、女にもすべても何もかもお見通しじゃ。まさか、この服の下にブラジャーをしていることも。例えばの、お前の中のブラジャー。うわぁしかも G カップ用のブラだーっつって。24回じゃ。そんなに？お前がよく食らった回数は7回じゃ。なんかストーカーみたいだな、こいつ。うん、どうじゃ、モンタロウ。わしは何でも知っておるじゃろ。気持ち悪いやつだな、こいつ。すごいな。わしはお前に魔除けの術を授けることになるはずじゃ。それも知っている。おう。だからすぐ授けたいが、が、その前に、ちょっと待って。なんだ、魔除けの術使ったらジジイがいなくなるみたいな。お前がまだったんだよ。ほうほう。なるほど、なるほど。なるほど、ザ・ワールド。お前はここに来るまでに野槌を一匹懲らしめておるな。野槌？この数では魔除けの術を授けるにはちと修行が足りない。野槌って誰？野槌って敵じゃないの、単純に。49匹修行として、野槌をあと49匹懲らしめたらまたわしのところへ来るがよい。池桃太郎を楽しみにしておるぞ。うひゃうひゃ。マジか。そう、滝口純平さんが。え、マジで野槌？49匹倒すのめんどくさいからここはスキップ。マヨケいらない。行けないよね。マヨケいらない。違う、上行けるんじゃないのって。行けなかった？行けない。そう。あ、キジか。ここももしかして？
セーブポイント。セーブポイント。上の御徒町間か。今聞こえた？え？聞こえない。上の御徒町間かって。ああ、それは本当に線で。あ、それ確かに近いね、多分。でしょ、歩けるもん。ああ、いけないね。ちょっと待って、これフィールド、ただ練り歩くだけの動画だよ。練り歩き動画だよ、これ。いいの、それで。いいんだよ、フィールドをカッポするのが俺らの仕事で。浦島絶好調だったよ。あ、あ、ここスズメの宿2じゃない？あ、こっちが 2？ あ、そっか、こっから確か北に行って、うん。で、俺ら、あの、陰陽だかなんかに。ああ。あ、ほら、羽の生えた鬼が大勢の鬼を従え、大江山に。てっぺんにおすすめのお宿。なるほどね。少しずつ山道を覚えながらだって。やんなこった？まあ、いいや。でも山を甘く見るなよ。寝よう。なんでお泊まりの手形使わないの？え？みーはファーファー。お泊まりの手形使わなかった理由？うん。使えばよかったのに。なんだと思う？いや、わかんねえよ。もったいぶらせんねん、クソ。クソクソクソ。今なんて言った？天の線に。北の覇所を渡ってぐるっと海沿い、もう一回。天の仙人は何を授けてくれるの？北の覇所を渡ってぐるっと海沿いに回ったところで。やっぱ北の覇所行くんだよ。雪の国だ、次雪だよ、雪。雪？あれね、頭じゃ無理だって言ってるのか、この野郎。無視じゃないか。あ、ちょっと武器整えていくか。スズメの宿により浦島のとこの方がさ、じゃあ乗って。桃太郎さん、あれ、あ、あれ、あ、こっち一回来たんだっけ。うん、そうだよ、来て、だって南に行って浦島の村行って。あー、なるほど。一番新しいのは静かの村だろうけど。月の、分かった。でも戻るのめんどくさいから、とりあえず行っちゃおうぜ。鬼を消してきます。へい。鬼よけーん。俺今日さ、ハンバーグ作ったんだよ、夜。うん、今俺ね、浦島の絶好調が炸裂したね。今俺歌作る。俺ね、今ならね、お、今度は彼も桃絶好調だ。海沿いに回ってぐる、海沿いにぐるって言ってたね。俺今ならね、ハンバーグ作ろうとして、うん、気づいたらそぼろになっちゃった時の悲しみを歌った曲を作ることができる。あ、じゃあどうぞ。みー。はい、というわけでロッピーさんの、鶏そぼろ、ハンバーグ作ろうとしたらそぼろができちゃった歌。そう、餃子になっちゃったわけさ。そぼろの歌どうぞ。え、もう今歌い終わった。え、嘘。戦闘中に。なんだよ。なんだよ。お、天の仙人。あ、普通にもう敵出なそうな雰囲気じゃん、これ。敵出ないよ。何そういう。敵出ないよ。溝を、ニッチを攻めてくる。お、めっちゃ単純じゃん、これ。こうやって。単純だね。こうやってさ、どっちかにさ、高枠を置いてあるパターンでしょ。エクスカリバーあるパターンでしょ。それわざわざ行かなくてもさ、真ん中にいるときに右と左に寄っていけばわかるんじゃん。まあ、なんか言ったか。いや、だから、わざわざ、ほら、下行かないでさ、ほら、ついたとこ見て右と左に行けばさ、なんか言ったか。わかるじゃん。なんか言ったか。いや、だからさ、右と左行けばわかるじゃん。聞こえないな。聞こえないな。嘘だな、聞こえてるな、お前は。あ、下下っちゃったな。ほら、お前。聞こえ足りないな。なんだ、聞こえ足りないって。聞こえ足りないな。あ、あ、いいんじゃん。そっちじゃねえよ。そっちじじいじゃねえよ。ツボ。ツボの中にエクスカリバーがあんだよ。なわけねえだろ。何もねえのか、マジで。使ってなかったって変だけど。マジで。早く。まで、書こうかなと思って。うひゃひゃ、やひゃ、力よったか。もう、もう、太郎。天の仙人じゃ、わしは。前の鬼退治で活躍した飛燕の術、ほら飛燕の術来た。さらにすごいものにしたぞ。どういう、わしは。どういうものにしたの？今度の飛燕の術は今まで行った村はもちろん月まで行ってるんだ。おお、お月さんまで。ありがたいね。
早速修行じゃ。何やんの？ここに新しい飛燕の術の飛び方を記した飛燕の巻物がある。ひえ、この巻物を読むだけで良いのに。マジで？マジで？本当に？え、ああ何それ。うひゃひゃ、ずいぶんと遠くへ飛んでいってしまったようじゃ。ドラゴンボールの一番最初のさ、クリリンとさ、悟空のさ、うん、修行みたいじゃね。あ、なんか投げるやつね。そう、石を投げて。飛燕の巻物を見つけてわしのところまで持ってくるのじゃ。どこに行ったの？どこ？ヒントは？あ、おや、何か飛んできたような。え、何の村今の？え、一番最初の村じゃないの？嘘。わかんないけど。マジで？じいさん。え、わかんない、わかんないけど、あんなんじゃなかったっけ？いや、あの村見たことあるぞ。ちょっと待って、今日飛燕会だわ。あれや、あの天女の羽衣もさ。あ、使えばいいのか。そうそう。買った？買ったはず、誰かが持ってた。あ、来ました。待って。よしや。どこの村だ？あ、これさ、これさ、ミスったようにさ、何個か買っといた方がいいんじゃないの？そうだね。戻れなくなっちゃうじゃん、最初の村。どこで買ったんだっけ？静かの村か。いや、わかんない。なんか普通に商人とか。もういや、もう、どれ、もうね、いや、賭けだ。まずいよ。賭け。食べやちゅうひんと大丈夫だぁ。お、音楽合ってるよ。うわ、来た！ほら！あ、ほらほら、これ。合ってた、合ってた。あ、ほら。足元をよく調べるわ。え、これ切りないだろ。ああ、何これ。おい、なんだこれ。これ日が暮れちまうよ、こんなの。でもすげえ一発で合ってたよ、やっぱり。まあね、場所が合ってたからね。おいおい、どこよ。なんかそれっぽいとこあるんじゃない？あの井戸の中とかは。家の外だよ。みんなの。あ、みんなヒントくれるんだ。お前だろ、うるせえ。全然関係ないこと言ってやがる、この場合。有益な情報をくれ。焚き火だ、うるせえ。そのお前、燃やしてるもの巻物じゃねえだろうな。巻物燃やして。古いな、言ってることが。言ってること古いな、地蔵よ。宿屋の方に。え、あ、なんだよ、もうじじい。あ、狛犬様にひびが。ってことは、狛犬。神社で、神社で、神社。狛犬の近くとかさ、狛犬調べてみよう。狛犬をまず調べよう。お、一発よ。飛燕の巻物が落ちていた。やったぜ。たださ、どうやって戻るの、向こうに。ほら、だから言ったじゃんか。どうやって戻るの？え、羽衣とかないの？あと、なんか。羽衣ある。羽衣で最後にセーブしたとこに飛べんじゃなかったっけ？ほら。これ使うしかないよ。君、よく覚えてるね。どこだ？スズメのお宿だ、ここ。おう、やったじゃん、ほら。君、よく覚えているね。まあ、編集してるから、俺。素晴らしい。まあこれで戻ってこれました。戻ってこれました。なんかすごいサクサクなんだけど。ほら、戻ってきたよ。はい、ただいま。でかした桃太郎、ありがたき幸せ。え、お、いいね。桃太郎は支援の術を授かった、ありがたき幸せ。実は、ソラヒエーンと唱えるだけで、今まで行った村まで戻れるのじゃ。嘘つけ、こら。本当じゃ。あまりの凄さに、おしくじびるかもしれんぞ。持ちびってますから。行け。持ちびってますよ。はよ、行け。あ、逆だ。お、色濃くなったね。オッケー。これで、まあ今日火の術手に入ったところまでにしようか。そうだね。うん、まあね、これ全国はね、この、またね、これね、セーブデータがね、壊れちゃったんだよね。
まあね、こう壊れちゃってまた同じ状態まで戻しました。うん、そう頑張ってやったっていうのが本当にね、ちょっと違うかもしれないけど、限りなく元のデータに戻しました、動画を見て。なのでご安心ください。並々ならぬ努力が、そう並々ならぬ努力があるんだよ。いや、それはもう視聴者さんには関係ないよ、もうオブザーバーだ、間違いな、こら。あ、ごめんなさいませ。うん、じゃあね、今回ライムが喋ってました。あ、次回は多分術いっぱい覚えていこうか。じゃあ術中、そうだね、術また来、うん、え、なんでもないです。はい、うん、じゃあまた来週、バイバイバイチャ。